どうもマグニーです。はい、ベシャリのコーナーようやく取れることとなりましたっていうか、おかしいですね。ずっとなんかね、いろんなレビューだったりとか、なんかタイアップの動画だったりとかっていうことだったんで、自分のねなんかやつをなかなか出せなかったっていうところがありまして、もうね言いたいことはねいっぱいあって、まずなんですけど、私の MacBook Air がですね、もう本当にもうこのベシャリ動画前々回ぐらいからブツブツブツって言ってますけれども、調子悪くてもう大変でしたね。マイクラの実況、マイクラの動画を書き出すのはやっぱりなんか負荷がかかるのか、落ちちゃうんですね。書き出しがもう終わるかなっていうタイミングで落ちるので、もう一度やり直しになるんですよね。でそのやり直しになる過程でかかった時間がもうあれですよ、もう1時間ぐらいかかってますからね。1時間かかってダメで、また1時間かかってダメでっていうことをね、何度か繰り返して、まあ、その、やる書き出しをするたんびにですね、いろんな、なんていうんですかね、手を加えてみたりとか、ちょっと方法を変えてみたりとか、いろいろ、まあ、試みつつですね、トライアンドエラーですよ。やって、まあ、最終的に、どこに行き着いたのかというとですね、私は、まあ、動画自体が長いのかなという判断で、まあ、19分ぐらいの動画を4分割にしたんですよ。そうそう、5分ずつぐらいにしたんですね。そうすると、まあ、書き出せたんですよね。4つの動画になって、それをまた最終1つの動画にしてまた書き出すみたいなことになったんで、すんげえ手間かかっちゃったんですよね。まあ、なかなか大変でした。まあ、Mac のね、スペックがもうそろそろやばいなっていうことになってきてるんですよね。そうそう。まあ、マグニチャンネル、このチャンネルと、実況のチャンネルで2つ運営してるじゃないですか。で毎日それぞれ1個ずつ上げようというふうに思っているので、まあその分編集時間増えるじゃないですか。 Mac への負担が増えるということなんですよね。まあだからこそのこう値を上げちゃったみたいなところがあるんだと思うんですがね、最近は初めてですからね、こうやって書き出し中に落ちちゃうっていうのは。編集中にメモリがリークしてなんか落ちちゃうみたいなことはまあありますよね。スペックのいいねパソコン、 Mac ならねないんでしょうけれども、僕の Mac はですね、そこのそんなにスペックがいいわけではないので、まあよくありますありました。動画を編集、まあ Mac 等で動画を編集されている方ならね分かっていただけると思いますけれども、すぐにねメモリリークしてなんかねどうしようもなくなっちゃう時あるんですよね。何も触れない状態になっちゃうときは固まっちゃうってやつ、フリーズってやつですね。フリーズしてしまうときがあるんですよ。Mac 使っててね。で、そんなときは、まあ、落として、編集をまた一からやり直しっていうことになってしまうわけなんですよ。本当にね、もう参っちゃう。本当にこう、しんどくなってしまうんですよね。あれやられると。だから、相当こう、ストレスだったわけなんですよ、その辺がね。で、まあ、まあ、それに関してはですね、また近々いい報告ができるかもしれませんので、乞うご期待でございます。はい、まあ、この辺にしましょうか。Mac、そうだ、Mac のね、こうトラブルの全容をちょっと簡単にお話しますとですね、まず、一番初めね、Wi-Fi がつながらなくなった。これはね、今の Mac、ヨセミテの最新バージョン、1個前のバージョンかな、ローカルアップデートの。ローカルアップデートじゃなくて、なんていうのか、ちっちゃなアップデートですよ。8.2 だったかな。今 8.3 かなんかですよね。10.3、あ、忘れた。まあいいや。なんかなんですけれども、その時に Wi-Fi が繋がらないという報告が多数上がっていたんですけど、私はそのバージョンじゃない、そのもう一個新しいバージョンで Wi-Fi が繋がらなくなって、それをどうしようかなと思っている時に、全く繋がらなくなったんですよ。だいたい私、仕事から帰ってきて、そうですね、10時半、もしくは11時ぐらいから、こうやって YouTube の活動を始めるわけなんですが、YouTube の活動を始めるにあたって、電波っていうのは必須なわけなんですよ。で、まあ、とりあえず iPhone のテザリングでも使って、やりゃいいんですけれども、テザリング使った日にはですね、次の日ぐらいにもう制限来ちゃうじゃないですか。もう、ね、動画上げるともう終わっちゃいますからね。なんで、もうそれじゃ話になんないということで、とりあえずクリーンインストールを図ったわけですよ、Mac の。で、クリーンインストールを図って、その際に、何度も出ております、バリュー、名前も忘れちゃった、バリューなんだかっていうね、暗証化のやつ、暗証、
暗証化、うん、要するに、要するに暗号化だ。ごめんなさい。暗号化のやつですね。暗号化、Mac 自体、Mac のディスク自体は暗号化してしまうってやつですよ。だからセキュリティ的にはすごく強くなるんですけれども、すごく手間がかかってしまうような。いちいち、だから例えば、ドロップボックスとか、まあ、自動で同期するようなものをね、入れ、インストールしていて、その同期をしようとすると、IP アドレスを入力しろってことになるんですよ。いちいちなるわけなんですよ。だから、まあ、他のパソコン、他の、ネットの、まあ、回線を使って、こう、誰彼に侵入されることは 100% なくなるんだけど、そういう手間がかかってしまうっていうところが難点なわけなんですけれども、それをね、なぜか知らずに設定してしまってですね、まあ、Mac がバグっちゃったと思って、その、なんちゃらバリューを解除しようと試みたんですが、その解除はなかなか終わらず、2日、いや、ごめんなさい、28時間ぐらいですね、ほったらかしにしたんですよ、Mac。だからその時ですよ、ベシャリの2回目の時、2回前のベシャリの時は iPhone でアップしてますから、iPhone で撮影してやったんですね。で、まあそこから、その28時間後に、もう腹渡逃げ繰り返ってですね、その、なんか暗号化を解除中でずっと出てるのにもかかわらず、ピッて切っちゃったんですよ、Mac。電源ボタン長押しで、強制終了ですよ。で、もう一度立ち上げると、もう一度立ち上げると、またクリーンインストールの一番初めから始まったので、安心して、で、暗号化のやつのチェックを外してやると、まあ普通に始まったということになったんですよね。なんかその辺の、なんかいろいろで、Mac にもこうユーザー登録っていうのがあるんですけれども、ログインするときに誰かにログインするってありますよね。パソコンとかでもそうですけど、立ち上げると自分の名前と、で、ゲストみたいな感じのやつがあるじゃないですか。なんかあれが3つになっていたりとか、なんかよくいろいろわけのわからないことになっていたんですが、まあとりあえず使えたのは使えたので、そのまま使って、で、その後に Apple に、相談しに、そのうちにアプリに相談しに行ったわけなんですよ。はい。で、まあ、その時にまあ、いろいろこう、教えてもらって、そのファイルなんたらがちょっと怖い、危ないですよ、みたいな。会社、企業で、企業秘密のものを使うならいいけど、って一般の方が使うようなレベルの暗号化のやつじゃないですよ。言いながらもですね、そんな一般人が設定できるようなところにですね、そういう項目を置いとくなっていう話にもなるんですけども。はい。そういった文句は、もうこの辺にしておきましょう。まあ、そんなこんなでですね、そのあたりからやっぱり Mac の調子がやっぱりずっとすこぶる良くなくて、うん。ちょっと無理させすぎのところもあるのかもしれません。毎日毎日フル活動ですから、はい。またいい報告をさせていただきます。うん。Mac についてはまあこの辺にしておきましょう。で、最近、もうご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけど、マイクラの実況チャンネルを運営しておりまして、そちらの方で、間もなく、今、どれか250人ぐらいですかね、チャンネル登録者数。ありがとうございます。もうチャンネル登録者数も増えていただくとすごく嬉しいんですけれども、何よりですね、マイクラがね、楽しすぎて、もうやりたいってうずうずしてるんですよ。今もこの後、マイクラの撮影を行おうと思ってるんで、うずうずしてるんですけど、まあ、毎日こう、やる時間をね、決めて、例えばじゃあ1時間とか、今日は余裕があるから1時間半マイクラやるかとか、まあ、1時間半やっちゃうとその日の動画をアップしようと思うと大変なんですけどね。合計やっぱりね、長くて4時間、でもまあ下手すると4時間半とか、編集を入れると、撮影と編集で、それがかかりますよね。うん。書き出しとかっていうのも含めてくるともっともっとかかるんですよね。大変大変。でも、楽しい。自分で自分の動画見て笑うことってそんなにないんですけど、笑いますもんね。マイクラなんか動画見てると。だから、ゲーム実況チャンネルみんな立ち上げてですね、マイクラぜひやってください。絶対に楽しいですから。久々にこんなハマっちゃいましたね、ゲームに。昔は私も、ファミコン、スーパーファミコンとかね、ファミコンとかの世代ですから、相当ハマった世代なんですよ。中学、小学、高校と。ゲーム、本当によくやりました。ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、あの辺のレベル99は当たり前ですよ。もう、寝ずに やってましたからね。結構朝早く起きるのが、その当時から得意だったのか、どうしても眠い時寝ちゃって、朝4時とか、3時とかに起きて、プレイしてから学校行ってましたね。まあ、学校のクラスの友人がですね、すごい上手いやつがいて、クリアを先に仕上がるんですけれども、必ずいつも。
どんなゲームをね、絶対先に行ってるんですよ。で、どうしてそんなにこいつはすごいのかなと思って、その子の家に行ってみたらですね、なんと高校生のお兄ちゃんがいたという、お話もあったりとか。そら早いわ。高校生いたら早いわ。その時だってまだ小学生ですからね、その時は。うん。高校生のお兄ちゃん早いわ。やっぱり、どこまで行っても小学生は小学生なんですよね。高校生のお兄ちゃんに差をつけられちゃうっていうところが、なんとなく人間っぽいなっていう、印象を受けませんか。人間っぽいっすよね、うん、何の話ですかこれ。まあとにかくマイクラやりましょうよ皆さん、ほんと楽しいですよ。でよかったらマグニーのゲーム実況本館の方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。常にですね、下の概要欄に、ね、表示させております。よろしくお願いいたします。うん、あーそうそう、もう一個何だったかな、用意してるんですよ話一応。あそう、アップルウォッチですよね。これも、言っちゃうとそのマックの話につながっちゃうんですけれども、天秤にかけたんですよ。天秤ね、どっちが僕にとって重要なのかっていう天秤にかけてみました。じゃあアップルウォッチじゃなかった。カメラが途中で切れちゃいました。メモリーカードがいっぱいだと思った。まあ撮影いっぱいしてるんでね、よくあることなんですけども、まあ話を戻しましょう。天秤にかけたらアップルウォッチが軽かった。もう一方の方に私は価値を感じたので、アップルウォッチは今回は見送ることにいたしました。うん、それに関してはですね、後ほどじゃないや、またこのマグニチャンネルにてご報告させていただきます。さまざまな理由、そしてさまざまな思い、さまざまな考えからですね、私はアップルウォッチを今回は断念することといたしました。今回はですよ、いつか必ず、ゲットできる日が来ると思っております。その際にはレビュー動画等をたくさん上げていきたいと思います。開封の動画等はもう必要ないでしょう、その頃には。私は、Apple Watch をゲットして、まあ、使い方また便利な Tips 等をね、どんどんアップしていきたいと思っております。もしくは Apple Watch をゲットした段階で Apple Watch チャンネルを作る可能性も考えておりますので、その辺もですね踏まえて交互期待ということでお願いいたします。 Apple Watch は買わないよというね、衝撃の事実、マグニーともあろう Apple 信者がアップルウォッチを買わない。なんでだろう。その理由は後日知ることとなるでしょう。じゃーん。はい。まあそんな感じで、やっておりますけれども。あ、そうです。LINE アットとか YouTube のコメントとかで、リクエストというかね、いただいてるんですけれども、Mac のヨセミテから実装されましたクイックタイムでの iPhone の録画の方法なんですけれども、私動画ではアップしてるんですが、それができないという方がいらっしゃるんですね。で、私もそのできないっていうところは、まあ結構あったんで、できないことが。で、それを、解決する方法というか、まあ暫定的な方法なんですが、そちらをね、簡単にお見せできればと思います。はい、ではね、PC、Mac の画面ご覧いただきまして、私がね、その、クイックタイムでね、今録画してるんですけどね、この画面をね、クイックタイム、こちら、このアイコン。クイックタイムで録画を今してるんですけど、このクイックタイムを使用すると iPhone の画面も録画することが可能なんですが、それは iPhone をまず USB ケーブルで Mac とつなげて、クイックタイムプレイヤーを立ち上げまして、このファイルから、ムービー収録ってこちらですね。ムービー収録というところから、iPhone を録画するようになるんですけれども、その質問をくださった方はですね、どこまでできているのかがちょっと把握できませんでしたので、私は今からやってみる方法で解決できるかどうか分かりませんけれども、まあ前提としてヨセミテがインストールされていて iOS 8以上が入っている iOS デバイスであれば、録画は可能だということなので、ちょっとね、その場合、録画でちょっとその状況で録画できなかった場合の方法をね、ご覧いただきます。まず、このその他というところですね、にですね、このディスクユーティリティというアプリが存在しますね。こちらをね、立ち上げましょう。で、このディスクユーティリティを立ち上げた状態で、この自分の
Mac にインストールというかね、付属している、HDD、ハードディスクですね、が、参照できますので、この起動ディスクってやつですね、これ、起動ディスクと書いております。こちらを選択していただきまして、下の方に、ディスクのアクセス権を修復っていう項目がありますので、こちらをタップします。そうすると、なんていうんですかね、こう、アクセス権って僕も詳しくわからないんですけれども、要するに、先ほども言いましたけれども、ログインするときのユーザーがあるじゃないですか。そのユーザーが、きっちり割り振られてないのかな、アプリのそのフォルダであったりとか、その、なんていうんですかね、アプリが作り出す、アプリのフォルダの中にこう増えていく設定ファイルであったりとか、ああいったところのアクセス権を、見るのではないかと僕は思ってるんですけど、そちらを修復するとですね、クイックタイムの方の挙動が少し、なんていうんですかね、デフォルトの状態に戻ります。大体ですね、例えば iPhone を録画する際に iPhone のその録画、自分の声を入れるのか、もうその iPhone から出る音を入力するのかっていうところを選択できるんですけども、こちら一度選択するともう一度クイックタイムを立ち上げた場合、それが引き継がれるんですが、このディスクのアクセス権の修復を行うことによって、また初期の状態に戻るんで、初期の状態に戻っていたら修復されたことだなと思っていただければと思います。で、それを行うとですね、今まで録画でき、僕も経験があるんで、録画でき、その iPhone を、クイックタイムに録画できない時にこれをやると、その症状が改善すると、いうことなんですよ。ちょっと説明が難しいところにはなるんですけれども、ざっくりとした説明にはなりましたが、一度やってみてください。同じような症状に悩まされている方もぜひやってみてください。最後の最後に皆様にお伝えしたいと思います。なんと、Apple Watch に勝ったそのもの、それは、2014年版 iMac27 ディスプレイ、 CPU もメモリも GPU もアップグレードさせた、そしてフュージョンドライブの 3TB を積んだ iMac を購入いたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。主に iPhone のコンテンツを常に毎日更新している動画チャンネルでございますので、よかったらですね、チャンネル登録の方をお願いしたいんですけれども、動画をご覧いただいております、下の方にですね、赤いボタンが存在します。 PC の場合はこちらをクリックしていただくとチャンネル登録をすることが可能となっております。そしてスマホ、画面は iPhone のものになりますが、下の方にですね、チャンネル登録のボタンがございます。こちらをタップしていただくとチャンネル登録することが可能となっております。登録していただいて、私のチャンネルを動画を、ご覧いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。